はい、どうもみなさん、こんにちは、えー。今日はですね、あの、また、あー前やったんですが、僕の好きな徐々な奇妙な冒険の荒、まあ、木哲学ですね、の紹介をしたいと思いますね、えー。今表示している場面がそうですね、ちょっと読み上げますね。ぶっ殺すと心の中で思ったなら、その時すでに行動は終わっているんだというものですね。この、まあ、意味なんですけども、ちょっと解説したいと思いますね。 でまあ、これはです、ねえー、おそらく荒木先生はあ決意の話をしているんだと思うんですよね、でえー、暗黙的にです、ね、願望の、まあ、話もしているんじゃないかなという,ふうに思っていますで、まあ、ちょっと簡単にです、ね、この例で話すとです、ね、まあ、ちょっと物騒なんですがあ、まあ、殺人について考えてみますが大半の場合は殺すという,ふうに思った瞬間にです、ねまあ、大半の人はもうその場で凶器を探しに行くか 狂気の調達に、まあ、ホームセンターへ行ったり、もしくはあ、まあ、この殺すための計画を立て始めると思うんですよね、そういうふうにもしその本当にやるというふうに決意をした場合、行動が起こってない、同時に、えー決意としたえー、殺すと思った決意と同時に、えー、行動が起こってないといけないということを荒、まあ、木先生は言っているんじゃないかと思うんですよね、えー、もう少し分かりやすすい例例ででで、えーまあ、ボクシングで例えるとですね。 えー、世界チャンピオンになると本気で決意している人はもうすでに行動が始まっているんですよ、まあ、世界チャンピオンになれるかどうかは、まあ、結果が決めることなので分からないんですが、そのための行動、例えばもうジムへ電話をかけるとかです、ねえー、日本一優秀なトレーナーを探すとか、とにかくもう思ったと同時に行動が起こるわけです、それが決意なら。 一方で願望の場合はあ世界チャンピオンになると思ってもなりたいなで終わるんですよね、何も行動が起こりません、えー、頭の中で思い浮かべて願望として、それで終わるってことですね、本当に世界チャンピオンになるって決意した人は、えー、もうすでに行動が伴ってます、その瞬間に。で、えー、結構ねこれ、多いんですよね、世界チャンピオンになりますっていう人の中で、それが決意か願望が区別できてないという場合ですね、ボクサーの中で。 ほとんどのボクサーはあの願望なんです、よ。世界チャンピオンにしてほしい、誰かにしてほしいとか、ですね。自分でなると決意して行動はしてなくて、誰かしてくれないかなみたいな感じで終わっているということですねで、これは本当に、えーまあ、8割のボクサーはそうじゃないかなと僕は思っていますで、まあ、願望ですね僕、世界チャンピオンになりたいという願望を頭でいくら思い描いたところで、それって実現しないですよね。 あのー、もうありえない程度の普通だったら起こりえない偶然確偶然が起こってしまうっていう場合以外ではありえないですよね、なんかあインスタからめちゃくちゃすごいと、あのー、マネージャーとかから連絡が来るとかそうでもない限りありえないんですよね、そういういことはで、えー、願望で終わっている場合、絶対にもう行動に移らない、えー、のでそれはもう実現しないんですよ、それはもう願望で終わるってことですね。 決意の場合は結果は分からないですよ、よ本当に世界チャンピオンになれるかどうかは分からないんですが、そのための行動だけは起こしますよね、まあ、長岡も世界チャンピオンになるという決意をして、仕事をもうすぐに辞め、家を引き払い、沖縄まで来たわけですよね、僕はその時に、はこいつ、決意のあるやつだなというふうに思ったんですよ、でそうでないボクんも結構いりますね、僕にインスタでどうしたらいいですかって聞くタイプの人ですね。 僕はもう正直知らんがなって感じですねそういう人はチャンピオンになれないと思っているし、えー、ほとんど返信もしないですねただ、あもう長岡のようにですねもう自分はもうこうしますと決定しまし,て決めました決意しましたもう行動を起こしてますみたいなタイプはやっぱりちょっと信頼できるんですよ、もう1人名古屋からです、ね、石田ジムに移籍してきた子がいるんですがその子も僕に1年前に連絡してもう仕事も辞め,ますと辞めましたと。 でえー、もう移籍しま、そのための段取り組んでますみたいな決意だけ僕に報告してきたんですよね、まあ、そういうボクサーは頼もしいですよね、僕からしても、あこいつは決意できてるやつだなっていう感じですよね、僕にどうにかしてほしいとか、誰かにどうにかしてほしいとは思ってないわけですよ、仮に僕が死んだとしても、俺は世界チャンピオンになるっていうことで決意してやるわけですよね、彼らは。だから一定の信頼ができるなと僕は思ってますね、でまあ、僕のチャンネル見てるこう若いボクサー特に、特に若いボクサーに言いたいのは、 その決意ですね、世界チャンピオンになりたいとかこうなりたいっていう,うものが決意なのか、それともただの願望なのか、それを区別してほしいということです、でえーまあ、僕が長岡のすごいな、尊敬してきるなって思うところ、ですね、彼は本当に決意だけを口にして、えー、行動するんですよね、即座に。 今、彼はあのバイトしてないんですよ、それはどうしてかっていうと、彼はボクシングに命を懸けると、人生をけると決意をして、ですね、まあ、スポンサーを集め、今、その、えー、スポンサーからの収入だけで暮らしていますね、だからバイトしなくていいんですよね、4回戦ですよ、えー、まだ、ここまでできるやつは本当にすごいなと僕は本当に、ね、心から尊敬してますね、長岡のことは。 えっとね、スポンサー欲しいなじゃないんですよね、もうスポンサーを手に入れると決意して、自分がどうすべきかっていう行動をです、ね、リストアップして、彼はそれをこなしていっ,てるったわけですよね。だからこそ今、ボクシングに専念できていると僕は思ってるんですね。それを僕は身近で見てたんですね。彼とはもう3年、4年ぐらい一緒にボクシングやってて、子供も共にすることが多いので、よく話をするんですが、やっぱりね、そういう部分で差をつけてるなと思いますね。 でこう決意をして行動を起こせる人はあのー、周りの人も助けたくなるんですね、信頼できるからこいつは願望だけ口にする子供じゃないなっていうのをみんな、まあ、感じるわけですよね、こいつはあの本当に大人として口にしたこと絶対にあるなっていうことで、信頼する、だからお金も出すし、まあ、彼をサポートしたいという,ふうに思ってくれるわけですよ、もっとすごいことするかもしれないって、なんんか期待しちゃうんですよねそういう男には、誰もでもそうだと思うんですけども。も でまあ、行動を起こす人っていうのはいろんなものを引き寄せるんですよね、お金であったりとか、あ人であったりとか、まあ、長岡の例が分かりやすいと思うんですが、まあ、あ行動ができる人はあ人とかお金とか何かいろんなものを引き寄せてきます、それが自分のですね、えー、理想を実現するのを助けてくれますね。あ僕もそうだったんですが、やっぱりあの行動を起こすのって難しいと思うんですよね。でまあ、僕がこういろいろ 試行錯誤しながらたどり着いた方法なんですけども、行動を起こすために、ですねこうやることを切り刻んでいくということです、ね、をやってほしいなと思いますね、えー。世界チャンピオンになるって言っても、行動に落とし込むと難しいんですよね、それを。だったら、えー、まずはボクシングジムを探すでいいんですよね、インターネットで。えー、日本一のジムを探すとか、日本一のトレーナーを探すでいいんですよ。まずそれをやる に落としし込めるしそれは簡単にできますよねでその次にそのジムに見学に行くとかでその次に今度は体験入会する、えー、実際に入会するみたいな感じですねあの自分のやるべき目標をこう逆算してこうきず切り刻んでいくんですよねそうやってこう小さい行動、えー、に落とし込めるとストレスがちっちゃいのでどん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 こう物事を進めていきますね、えっと、そうやって小さいこうステップに刻んでですね一歩一歩 それを踏んでいくと少しずつです、ね、勢いがついてきますね、行動力に、えーまあ、自転車と一緒ですよ、最初は不安定なんですけど、一,回一度スピードに乗ればあーバランスって勝手に保たれるんですよねで、そのまま勝手に進んでいきますよね、それと一緒で人間の心も一緒で一,一度、えー、ステップを踏んでしまうとですね、あのー、そのままどんどん勝手にバランスとって前に進もうとするんですよね。 なので、まあ、行動を起こすコツはです、ねえーまあ、目標から逆算して自分ができるあの範囲、できる領域に、えー、切り刻んでいくことです、そうすればストレスなく進めますで、1個やっちゃうと次もやりたくなるし、次もやるとその次もやりたくなるので、どん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 勢いついていきます、これが行動する僕の中でのコツですね、ぜひね、えーまあ、何か大きな目標があるということは、これ、試してみてほしいなと思います。